オリオンです。今回の雑学はこちら。はい、ということでですね、愛は4年で終わるというのは本当かということです。この4年という数字が2人の愛が一番冷めやすい時期ということですね。この説を唱えたのはヘレン・イン・フィッシャー博士と、彼女が世界62カ国における地域や民族のグループの離婚例を調査したところ、離婚件数は結婚1年目から増え始め、4年目にピークを迎えることが分かったと。はい、5年目からはそれ以降はですね、今度は離婚件数が一気に減ってしまうと言うんですね。はい、ということです。